皆さん、こんにちは。これは N1 のビデオです。今日も語彙を勉強しましょう。はい。スナチャラと言ったのスローバン、イパトムチテリプリドジェニエ、ヴァドノプリドジェニ、プラビナプリミニアってたスローバアウトルギフニエット。はい。で、もちろんね、文が長いですから、皆さんビデオをストップしてよく考えてください。じゃあ、行きます。はい。1番。おどおど。こういうね、ズブカパトラジャニア、ピサニエ、サステヤニア、難しいですよね。はい。答えは、1番です。その子は、おどおどとした目つきで私を見た。おどおどっていうのは、これね、スターハ、イリニエトゥベルナスイザエトワタク、ちょっと、ニスパコイネ、タク、パビジーニエタク、ね、それが、おどおどです。その、アピサニエス、イメナカクレタタク、ビジュスイベタク。もうそれ、怖い怖い怖い、ニヤニヤ、おどおどですね。はい。そうね。とし、とち、びょうなく、たちも、エスプーガン、目つき、むずぎりやだ、なみやすまという。ね。いや、これ、私はね、おどおどって、なんか、そうだな。初めて、とても有名な先生に会ったとき、おどおどしまして、どうも、はじめまして、うつかです。よろしくお願いします。でも、これがおどおどするんです。いいですか？はい、じゃあ2番見てください。ルギヒプレドジニアフトジボバヤトインセレスネスラバーパイトモパスモートリン。ね。はい、大きな地震がおどおどと起こった。意味わかんないですね。日本人の赤くピリズヨーチ。バリシュエズムリティセニエスウチューガス。わかんない。3番。20年前、この街でおどおどとした殺人事件が起きた。ドバツチリエナザトゥベトムグラセ。ウチラシウビーストは殺人ウビーストはですね、事件インチゼント、おどおどとした。わかんないな。はい、4番。こんなおどおどとしたものを私がいただくわけにはいきません。ピルジョセイマク。例えば、こんな素晴らしいもの、プリクラスネウィッシュ、ヤニマグポーチについてこういう、ね。これ、まあ、スクロームなんですけど、こうね。はい、じゃあ、2番行きましょう。おだてる。これね、おだてるってなんかオトフワリチーなんだけど、ニプロスフワリチーリスチーチですね。はい。答えは、2番です。彼はおだてられるとすぐ調子に乗るタイプの人だ。ね。オトケルタイム、リスチャーってたくなってくん、パポーディニオってくる。オンサーズナチナーと、ウィペンドリバツだとこいチープチアベカ。ね。調子に乗るってよく使うんだよね。うん。調子に乗るっていうのはね、なんか体ついしかむくわーあれやって、エリッショだハロシエでずいたつぼうちょやつ、おっとすらず、双子もすればだよつあたくのなすかいにゅうたく、おー、みにあたく、ぷすよぱおちょやつたく、そういうのが VPN で言いますですね、これね。うん。イブリトゲタクの水しばれひかむいすってのは、これが調子に乗るです。とってもよく使うんですよ。うん。とりあえず、だかだちゃべくなんかしとたら、ブイグラグコンクスナプリメル、イーデューゼムがおりしょ、オーティアブイグラグコンクス、イーバグルグリボーナチュラルでごし、ちょっと調子に乗ってるな、あいつ。ね。わかります？そういう言い方をよくするんです。うん。はい。1番、誰にもおだてようがないほど彼女を落ち込んでいたな。オーシラスとも言うんだもん。ね。で、誰にもおだてようじゃ、これ慰めようですかね。慰める、うちしゃち。おっと、ニカモニを出すたてくうちしゃち。ニマスモジョウちしゃち。ダダゴイセピニアナ、ラストロウェンナ。タコイズナチェニエです。3番、どんな声援も彼を二度とおだてることはできなかった。声援、これはアバドレーニーとかね、こういう、声援というのはなんか、ナタリブのか、ナタリブのかな、とか、グルパパゼロ式のね、トシトダヨゼロがいいと、これ、頑張れーって、ザーってっけね、ナスタジオにフセクリチャーと、これは声援です。二度とおだてることはできない。いや、イボー、ニバスモーションだよ。ちょっとわかんないな。これ、ページは次にまぐ。はい、4番。その問題はすぐにおだてられるものではない。プラブレマタキン、タキン、ニタカヤビシタピスタスウワスモジナタクリシーツですかね、すぐに解決できるものではないとかね。解決するリシーツ、プラブレマ。はい、じゃあ3番いきます。すがすがしい。これもちょっとロシア語で言いにくいんですけど、例えばスビージーとかスビジャーシーとかね。
そういう意味がありますけどね。いいです。まあ、ムスタファレスプリヤートネとかになりましたけど、答えは1番です。そのホテルに宿泊した夜、翌日だ。翌日、セルシー Z にね、私たちはとても清々しい朝を迎えた。ね。とし、セルシー Z に体にね、ナチュワウトがスイーツ、もい、ストレイツイタ、これ、ウートラ、オーチン、すがすがしい、すがすが、アスビジャーシー、なんかイメージできます、すがすがしい、でも、ハローシャーパゴダチステボーズ、おはよう、こんな感じですかね。すがすがしい。そうですね。すがすがしい気持ちっていう言い方するんですね。で、これ、どんな時に使うかというと、なんかこう、そうですね。例えば、チースタイニエバーとか、あのね、イメージはね、ミャータ。ミャータのね、これ、アスビジャーシー、まあ、すがすがしい気持ちっていう言い方するんですね。はい。ね、わかりますか？結構使いますよ。忘れた、だから、ジャストストリッチャーやつはすがすがしい。だから、今、すがすがしい気持ちで、タケボタタクブドシェータクル、シニエ、ガボニエバタクタシウェイベスト、アブラコフって、これ、そんな感じがすがすがしいですね。はい、2番、よくも、まあ、あんな、すがすがしい嘘を言ったもの、ね、アスミジャーシューゴーシー、逃がれじゃ、ブラザーの、よくも、まあ、これ、ウプルフですよ、ね。ガケットオンモークタクスカザーツニプラブド、あんな、ひどい嘘とか、ウジャース弁護士とか、なんか違う言葉ですかね。はい。さあ、3番、隣の家のすがすがしいカラオケの音で勉強に集中できない。すがすがしいカラオケってなんだろう。だから、アスペシャルシートゴーストカラオケ、ちょっとイメージできないです。イズザ、ズボクカラオケ、ね、サセイズイズダヨって、ヤニマグサセアトチさん。集中する、サセアトチさん、完全トリラワッツアタコネスのチェーンですよ。はい、4番、いつもいつもすがすがしいお願いばかりで申し訳ありません。なんでイズビニアツ、すがすがしいお願いって言わないですね。スカリスはこれ、ズーズーシーじゃな、これ。おっと、防げたら防げたら、やっぱりシュータキシトタノン、スナグ、ナグレプロズボ、やっぱりシャーシーズビニチポショースタ。だごいずなチェーンです。いいですか。すがすがしい。覚えてください、ぜひ。さあ、次。ことごとく。さあ、答えは1番です。上司は私の提案にことごとく反対した。ことごとく辞書で見るとね、不肖とかビエスってこいつらしいんですけど、ちょっと頭に出さしな。ことごとくっていうともう、しょっぽうなし、おとえたとじ、おとえたとじ、おとえたとじ、そんな感じなんですよ。ですね、ナチュアリンクな。もう、ブープローチフ。マイヒプリドアシーに、トゥシヤプリドアガーシュトタキイジータク、プリドアガーイジーの提案されてそうですね。プリドアガーチイジーですけど、ことごとくってもっとエータニーゼを、これもダメ、これもダメ、これもダメ。こういう意味です。ニトシトビエスセラムスモード言っても、いい？そうね。例えば、まあ、大体悪い意味で使うことが多いですよね。ことごとく失敗したとかね。もう、不思議不思議、バトルやってたく、追ってた年に言うだしな、やった年に言うだしな。そうです。悪い意味の時が多いですね。さあ、2番。彼は、嵐のことごとく現れてすぐに帰っていた。これ、嵐のごとく、たこいえ、たくぶりゃ、音、5秒差、たくぶりゃ、ドワーって、ね、すぐスタズーショー。そういう人いますよね。だから、このごとくってのはね、何々のようにの、すごい、ちょっと古い。パルマーレネバリアンと、イディストトルネバリアンと、嵐のようにっていうのが無事だね、ガバリアンタ。ですか？いるよね、そういう人。なんか、誰だろう？なんか、見落としブーバーク誰かいたなぁ。プリビシャーって来た。ああ、皆さん元気ですか？ああ、そうですか？よかったよかった。ね、実は私、ここね、ミーマプラカチューパトルに行った時、あ、じゃあ、さようならなんで、人を得たボアタック。はい、じゃあ、3番いきます。ことごとくに及んで許してくださいだとよく言えたものだ。意味わかんないな。この語に及んでって言い方あります。だったこいシトアシュゼラダシュオ、ね、つまり、人たおしんぷろうはたくダチョウダシュオイ、ティガワリシプラスチチミニャパジャオスタクティモシガワリチ。はい、そんな意味です。4番、この絵は今回の展覧会でもことごとく貴重なものです。展覧会、ブイスタクですね。貴重なツェンネ。だから、人間、ナイトブイスタク、ことごとく貴重な、人間、ねえ、なんだろう。いや、ちょっとペルジオにもごめんなさい。はい、じゃあ、ご案内します。さあ、このあっけない。
これ辞書で見るとね、プロスタとか、ね、ザープラスタとか、タコジのシーンですね。一緒タコイペリボです。ベースアソーボスタプラチプレーニア。さあ、これは一番の答えです。私が応援していたチームはあっけなく試合に負けてしまった。ね。カマンダカトリー、やっぱジェルジバ応援する、よく使うからね。やっぱジェルジバチ、イメン中区のスポーツで多いよね、よく使うね。おっと、あっけなく試合に負けてしまった。たくプロースタ、ニアジダナっていう意味があります。ニアジダナプロースタ。ね。選手権プロースタ。ね。ライガー。そうですね。あっけなくもう全然、ダジェ二目サプラシバやつは。はい。そうね。例えば、ね、友達は彼女とずっと付き合っていたが、あっけなく別れてしまった。ね。そして、とて、ね、もう一度、ルークアプション、ストレッチャーをさせて、ジェオシカへの、たく、ブイストアタックニザープナ、ピュ。で、ザソーは日曜タク、別れてしまった。ラスターリス。ね。いろんなシチュエーションで使います。さあ、2番。彼のあっけない態度に、私は呆れてしまった。呆れるといつもりあつのニッツと、水しかも自分よさいいうじにえちますけど、これは呆れるんです。あっけない態度、そっけないじゃないですかね。そっけないってこいつ、そっけないってのはもうプロス、やかぶうえとしょけ、にかぼわにつれさんにやつ、にいつれするというもとで、そっけない。の、なんていうの、ベースウィップキー、ね、ベースあそこはにつれ、の、ウィッドなしょっちゅうよくにつれするときにそっけないっていうことですね。ハローない。ハローないとこやね、やっぱ美人にね。はい。次。彼が喜ぶようにもっとあっけないことをしようよ。意味わかんないですね。シュトブイテクワンブラダボーセボールへあっけないことしよう。ヤニズナ、ヤニボグプレゼオチ。4番。今年の夏のボーナスはあっけないようなものでした。ボーナスいつもね、なり得たやつは、オートあっけない。まあ、合ってないようなものかな。イスピレス合ってないようなもの。合ってないようなものですって言うと、イエッチの当時三枚書きのラブナ全角ぶったにえって。すぐ、の合ってないようなものですよ。の推しかまあ合ってないのと同じですよ。あるけど、当時三枚書きない。ね。これ合ってない。まあ、あっけないじゃないですよね。はい。はい、どうでしたか？ちょっと難しい言葉もありましたが、ぜひ覚えてください。ちょっとね、私もなんか説明難しいんだけど、でもまあもう楽しいですね。いろいろ考えるとね。皆さんまあ頑張って一緒に勉強しましょう。はい、じゃあ終わります。さよなら。